熊谷市武蔵富与保護センター。熊谷市武蔵富与保護センターは、埼玉県熊谷市にある研究施設、元荒川源流域の清流1957年4月、埼玉県水産指導所熊谷養損試験地として、設立、確認されている中では、唯一の武蔵富与生息地である、元荒川源流域の近くにあり、武蔵富与の研究、保護活動や、 元荒川の清流維持のため、井戸水をポンプで汲み上げて、元荒川へと流す作業も行われていた。しかし、県組織の再編から、埼玉県農林総合研究センター、水災研究所では、熊谷市験地を閉鎖し、武蔵富よ研究も終了することが決定。閉鎖されると、元荒川流水用のポンプも稼働停止にせざるを得なくなり、 武蔵富与の生存が困難になってしまうため、県と市の協議の結果、ポンプ管理及び実験地、実験室は、県が、管理継続、管理研究用施設は、熊谷市に関、武蔵富与研究は、県環境科学国際センターに関することで、合意、2004年10月1日、管理研究用施設が、熊谷市武蔵富与保護センターに生まれ変わった。現在は、 埼玉水族館の職員によって、武蔵富与の飼育、繁殖、保護が行われている。また、市民グループ、熊谷市武蔵富与を守る会の活動拠点としても、利用されている。このセンターに常駐している関係者はいるが、普段は公開されていない。市の担当部署に、事前連絡するか、開放日を確認して来訪する必要がある。主な開放日について、以下に挙げる。 埼玉県熊谷宿下2148-1、開放日以外に見学をしたい場合は、希望日の1週間前までに下記に連絡する必要がある。環境政策課武蔵富雄の項目を見ればわかるように、武蔵富雄は絶滅の危機に瀕している。これを食い止め、増やそうとする活動が、市民を中心に行われている。第5回プロジェクト未来遺産3 0プロジェクト決定。 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟。2018年6月9日閲覧。熊谷市武蔵富を守る会の活動が、ユネスコプロジェクト未来遺産運動へ登録されました。熊谷市。2018年6月9日閲覧。川畑人志。県の魚、武蔵富を生息激減ザリガニが卵を捕食化。埼玉。産経ニュース。 http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュリージョンスラッシュニューススラッシュ170215スラッシュ RGN1702150056-N1.html2017 年2月20日閲覧三又智子武蔵富代気象魚調査非公表激減混乱招く毎日新聞 オリジナルの2017年2月20日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20170220093009/http://headlines.yahoo.co.jp/.hl.a=2017 万212から0000003。毎エンベ2017年2月20日閲覧。武蔵富を生息数推定の結果について。 埼玉県、2018年6月9日閲覧、ありがとうございます。